はい、えー。皆さんこんにちは。ワンナンリグリビチです。では今回は提督の決断3の続きをプレイしていきたいと思います。えー、日本軍プレイで、前回は、イギリス軍のアジア・インド方面での、ま、拠点、スリランカのコロンボ、インドのマドラス、えー、そしてカルカッタの3つの基地を攻撃しました。で、これを無事ね、攻略して、えー、ドイツ軍も 艦隊として応援にやってきたというところまでお届けしたと思います。今回はその続きになります。まず、ドイツ軍の艦隊の展開なんですが、コロンボ基地の方には U ボート部隊、ドイツ軍の第2艦隊ですね。これが U ボート部隊になっていますので、この U ボート部隊を一旦駐留させます。主力第1艦隊、これはね、戦艦ビスマルク級を含む主力艦隊。これは一度ハワイに入れて、ハワイでね、 えー、アメリカ本土攻撃に向けての準備に入ってもらいます。だから、太平洋で、アメリカ軍の主力艦隊とお、ドイツ軍の主力艦隊がね、艦隊戦を行うという、まあ、夢の演出をしていきたいなというふうに思っています。で、一方ですね、えー、日本軍の艦隊の展開なんですがあ、イギリス軍を駆逐した第1艦隊、第5艦隊、これは一度クレに入れて、クレで、えー、航空隊の補充を行います。あと、艦隊をね、再編ということで、えー、新しく空母が、 ししたたたりしていいいいいまますすののででそういったものをね、えー、艦隊編成に組み込んでいきたいと思いますでハワイの方なんですが、あ今、艦隊を集結中で、えー、紹介活動に入ってますので、これをこのまま継続。アメリカ軍があハワイ奪還の作戦を行ってきたり、行動を行ってきたら、これを撃退していこうということになります。では、時間を進めていきましょう。 まずは艦隊を呉に戻して艦隊の再編ということで空母が何隻か新しく正規空母できているものをあの第5艦隊と第1艦隊それぞれにね組み込んでいってえ艦隊戦力の増強を図っていきます。ちょっと 時間を止めま,す、ねえっと、まず第2艦隊の方は大丈夫だねえっとここで第2航空艦隊の方はいやどうする第2艦隊を出すか出さないか紹介活動にうーん ちょっと難しいところですが、紹介活動に出す前にそもそもという話で、えっ、ー、と、関西機乗ってないので、関西機をまずは乗せましょう。そっからだね。関西機が乗ってないというのは、空母は単なる的になるだけなので、全くもって無意味なので、それをちょっと是正していきます。 カンバク観光を乗せていきます。で、あとは白、白角で合ってるのかな読み方。えっと、ここにもね、戦闘機、カンバ乗せていきましょう。えっと、カンの数が全然足りないね。こうやって見ると。 感覚の数をちょっと増やしていってあげないと、的になるだけ的になって、潰されちゃうっていうね。随流の方にも、まあ、同じ編成にしていくしかないので、ここは感覚をちょっと減らして、感光を増やして、 敵の艦隊に対しては有効な艦考。これを多めに載せていきます。運用の方にも載せていきましょう。で、この後ラインを見直して、すぐにでも欲しい艦膜をラインとして増設、増強を行っていきましょうか。 これで一通り乗ったはずですね。で、任務としては紹介活動ですね。まあ、主力の空母艦隊を紹介活動に出すっていうね、ちょっと贅沢な使い方をしてますが、ここはこれでいいでしょう。で、第8艦隊の方は、ここに、それぞれ、ちょっと待ってね。 石油が心配な量になってきてるね。こうやって見ると。石油をだいぶ浪費してる感があるので、石油が復活するまでは、ちょっと待機だな。この量で、 この後、後続の主力艦が続々とやってくるのを持ちこたえられるかちょっと微妙だなっていう感じがするので、一旦、第2艦隊は出すんですが、第8艦隊はその場待機にしましょう。で、航空機の方ですが、航空機の方はラインの調整を、艦膜を中心に増やしましょう。といっても3しかラインは増やせないね。じゃあこれでまた時間を進めます。 まあ、ハワイの方がね、だいぶ前線基地として、えー、頻繁に活動してくれている分、請求の消耗が激しいですねで。今、正規空母が何隻か新しく完成してきているので、これを艦隊の編成に入れていきましょう。 えー、そしたらクレイの方にですね、第1艦隊、第5艦隊が戻ってきましたので、えっ、ー、と、艦隊の編成をしていきます。まずはですね、カスガ丸を除隊させて、カスガ丸のところに正規空母を入れていきます。計画。あとは、どうだろうなぁ。一旦これにして、第5航空艦隊の方の再編を先に行いましょうか。 えっと、第五航空艦隊の方は、そうだね。えっと、まずは空母。深角。で、あとは、両方を後ろに回して、第一戦隊の方に、創業これで、えっと、第一戦隊、第二戦隊が正規空母三隻の対戦になりました。 こんなところかな。これで行きましょう。で、えっ、ー、と、第三戦隊の方には、終わり。これは武蔵級の戦艦ですね。戦艦を入れていきます。これで、 艦隊の編成としては十分かな。では、艦載機乗せていきましょう。ここもいつもの編成といえばいつもの編成で、まあ、変わり場合はあまりないんですが、艦幕の数がやっぱり足りないなあという感じがするので、まあ、観光をどうしても多めにという編成にはなります。で、ハワイに向けてこれから出航するので、ハワイでね、 えー、再びいい、編成としては、まあ、増やしていく、えー、チャンスがもう一度やってきますので、そこで、感爆の数が増強できれば、OK かな。基地攻撃するにはやっぱり感爆の数が欲しいので、感爆をね、どんちゃか入れていきたいところではあります。 で、えっ、ー、と、そしたらね、第一高、う第一力艦隊の方に目を向けていきましょう。第一力艦隊の方ですが、まずは、一石除隊させて、ここに、海。海は武蔵級ですね。これで第一戦隊は武蔵級というか、大和級の戦艦4隻っていうね、化け物みたいな、そういう艦隊に仕上がりました。 これで一旦は十分と見ていいのかなでは、補給を行っていきますで。補給が終わり次第、ハワイに向けて、出撃をしていきましょう。では、時間を進めていきます。 はい。えっと、そしたらね、アメリカ軍の第一艦隊、えー、空母に、戦艦に、巡洋艦4、駆逐艦3の、えー、艦隊がやってきてますので、これをね、撃破していかなければいけないので、えー、っと、迎え撃ちましょう。ただ、敵の艦隊を見失っているので、再び敵の艦隊の位置を探るところからですね。発見。そしたら、ここに対して、まずは、えー、っと、第二航空艦隊からのお空撃隊。 162機、これを発進させていって、空母2を撃沈。うん。いいですね。空母に撃沈したんで、敵の方は、もう、航空戦力による攻撃はないので、え味方の、ハワイ基地から、航空隊、295機で敵の戦艦2、巡洋艦4、駆逐艦1を撃沈して、これで撤退していくでしょう。 一応、追撃のための、航空隊を出して壊滅させますと。いやー、完璧に作戦がマッチしたね。<noise> そしたら、これで敵のね、攻撃はしばらくないでしょうと踏んで、各艦隊一度、ハワイ基地に戻して、ここで補給。後に、攻撃という方向に向けていきましょうか。 一度ハワイで燃料を満タンにして、えー、その後ですね、米本土攻撃。その作戦のための艦隊割り振りを考えていきます。 では、時間を進めていきましょう。はい。えっ、ー、と、そしたらね、今、ハワイの方に第五航空艦隊も入りました。第五航空艦隊も含めてですね、えー、各艦隊へのお補充、これを行っていきましょう。補充が終わり次第ですね。 いよいよ、目標としている、米本土攻撃。こちらの方へと入っていきます。今ね、各艦隊への燃料の補給状況を確認中です。おおハワイに、これ見ると、どうだい石油がないね。ハワイに石油がないか。いや、これ困ったな。そうするとだ、ちょっとハワイに、 まとめて、運ばなきゃいけないね。ものを。なので、艦隊を一個作ってそこに呼吸をさせましょう。えっと、第四艦隊と名打って第四艦隊に一応正規空母3隻新しくできてるので、これの運搬も兼ねてと、 おいうことで、輸送船を、配備していきましょう。空母だけの艦艇っていう、なんとも不安な 内容ですが、まあ、今はどうしても石油が欲しいので。ちょっと待ってね、これ石油たださ、この量しか運べないもんね。とするとなんか効率があまり良くなさそうなんで、ちょっと違う手を考えましょう。基地間で直接補給ができないので、 うーん、やっぱり待つしかないんだな各艦隊の状況だけ見ておきますか第1艦隊は36日、第2艦隊が20日、第3艦隊が50日。第4艦隊に関してはまあいいよね。今作ったものだね。第5航空艦隊が5日しかないもんね。 いやー、これは厳しいな。内国空艦隊なしで、えっ、ー、と、ハワイ機種、うん、米本土攻撃はあり得ないので、ちょっとやっぱり回復を待ちましょう。ちょっと増えたね、6日に。しばらくはここでじゃあ、連動を高めるための訓練ということになるのかな。あとは、空母艦載機の 調整をしておきましょうでは時間を進めますはい えっと、そしたらですね、えー、各艦隊への補給も完了して、航空隊のお、まあ、重点補充。これも完了したので、いよいよ、米本土攻撃。これの作戦を練っていきましょう。えっと、シアトルを攻撃しようかなと思ったんですが、石油に不安があるという内情を抱えている以上ですね、まずはハワイから一番近いサンチェイコ、ローサンゼルス。 サンフランシスコ。この三つの基地に対して、えー、同時に攻撃を仕掛けていこうというふうに思っています。で、そのための艦隊の割り振りなんですが、まず第一艦隊。えっと、これがですね、第一戦隊があ、大和級戦艦4隻以下あ、空母を含む第一艦隊。これを、まずは、サンフランシスコへ向かわせます。サンフランシスコに第一艦隊です。続いて、 主力となる第5航空艦隊。これがね、一番航続距離的に不安があるので、これを30へ行攻撃に向かわせましょう。で、第2航空艦隊ですね。まあ、ここに関して言うと、少し、やっぱり、兵力的には劣る部分が、ああ、出てきては、しまうと。いうところなので、 これをね、ロサンゼルスへ向かわせるんですが、単独で向かわせるにはちょっと怖いよねというのもあってですね。他の艦隊と連携をさせていきましょう。まずは、第三艦隊。 これもね、一応、陽動目的というのも含めてなんですが、ロサンゼルス、ロサンゼルスが一番でかいと思うので、えー、なんとかね、えー、それを、他の艦隊と共同でね、当たってもらいたいというところになります。で、潜水艦隊も、 ま、敵の艦隊が出てくる可能性は十分にあるので、洋上の紹介活動ということで、アメリカの本土ですね。カリフォルニア沖をうまく探ってもらいましょう。で、予備兵力として第8航空艦隊なんですが、えっと、第8航空艦隊の方もですね、一度、 サンフランシスコ攻略に向かっても、うん、ロサンゼルス攻略に向かってもらって、その過程でね、ちょっとうまくう、立ち振る舞ってもらおうかなと思っています。そしてドイツ軍の艦隊ですが、ドイツ軍の艦隊は、これはですね、サンジエゴに向かってもらいます。ではこれで、時間を進めていきましょうか。アメリカ本当攻撃作戦開始です。 まずは最初に到達するのは第3艦隊。第3艦隊がおとりになってくれればいいけどね。さあ、まずは敵航空隊による攻撃ですね。味方に損害なし。お敵の司令官はカーサーだな。サンフランシスコのお敵、 司令官は、マッカーさん。伊藤誠一さんがうまく、かわしてくれてるね。いや、ほんとによくやってくれてるよ。沈没艦なしで来てるからね。うわここに来て一気に全艦全滅だ。<laughs> んーな ロサンゼルスの航空隊強いね。駆逐艦5、輸送船8。これで第3艦隊が壊滅ですね。で、ハワイの方には敵、第1航空艦隊が接近中ね。サンフランシスコ航空隊に、えー、発見されちゃったか。 なかなか厳しい戦いになるな。敵の艦隊は発見しましたね。えー、っと、石数が14。ちょっと内容はわからないですが、空母が2位入ってましたね。 急に音楽が変わったななんとかこの3つの基地同時攻撃をなし得たいけどどうだろうななかなか艦隊が接近しきれてないからね。 よしハワイの方はね敵の艦隊沈めましたねただドイツ軍の艦隊が壊滅だなぁドイツ軍の艦隊は壊滅第1航空艦隊はまだね射程に収まってないので もうちょっと近づく必要がありますね。まあ、ドイツ軍の艦隊が、おとりにある意味ではなってくれているという状態なので、これをうまく利用して、接見していきましょう。うーん サンフランシスコの基地攻撃隊は69機発進して、えー、40機が未機関だから半分以上いやーさすがに厳しい戦いになるね第一艦隊もサンフランシスコに向けて、えー、空撃隊航空戦隊を出していきます前期271機です未機関が14飛行場は1個潰しましたうん苦戦が続くね なんとかドイツ軍にね踏ん張ってもらってる間に我々の航空隊を送り込んでいきましょう航空隊が戻ってきてれば第一艦隊から航空機を出して蹴りをつけるサンフランシスコの 262機出撃して43機未帰還飛行場はあと2まで潰しました。敵の守備隊21一潰してますね。これでドイツ軍の艦隊が壊滅しましたね。第8航空艦隊の方は空撃を実施して、沖隊が未機関が23。 第8航空艦隊の航空隊は壊滅だないや3つの基地を同時に攻撃するというのはやはりちょっと無謀だったのかなここでアメリカ軍のレオサンゼルス航空隊が第8航空艦隊の空母を発見しますね 空母はなを逃れたサンフランシスコ空爆飛行場は全部潰したものの第8航空艦隊の航空隊は壊滅しましたねサンジエゴに対して第5航空艦隊の方は届かないよねまだ ちょっと足が遅いっていうのがね、本当に一番不安要素。では、第8航空艦隊の方は、もう、はっきり言って、戦力としては、使えない状態になったので、ハワイに戻します。ハワイで航空隊の補充。まあ、レンは下がりますが、航空隊乗せてない空母は的にしかならないので。では、サンフランシスコの方に、 空撃を仕掛けて、サンフランシスコを取りましょう。 さあ、夜明けなので、対空戦用意えっ、ー、と、第一艦隊、空母5、戦艦4のところに、ロサンゼルスの航空隊98。うん。空母戦艦がよく守ってくれた。これで、えー、直撃潰されましたが、空母戦艦は残っているので、サンフランシスコは落とせそうですね。で、いよいよ、どうだサンジエゴに対して空撃、第5航空艦隊から300機、出撃まだできないね。 もう一歩近づく必要があるかな。サンフランシスコで。そしたらここで仕留めましょう。サンフランシスコ基地は確保しましたね。で、えっ、ー、と、第二航空艦隊の方は、 アメリカ軍のロサンゼルス基地に対して攻撃を仕掛けたものの、えー、94機で出撃して、42機が未ガンで、えー、取ったばかりのサンフランシスコには、ロサン、サンジエゴから航空隊が来るのか。いやー、お盛んですな。 では、第5航空艦隊から、3ン5に航空機409機で出撃ですね。航空基地潰したので、これで3ン5も見えてきたね。 空撃をロサンゼルスに向けて行いましょう。ちょっとまだ戻ってきてないかな。ロサンゼルスに対して、第二航空艦隊から航空機319機。飛行場が5残ってるね、ロサンゼルスの方は。 対艦戦用、うん、対空戦4位ということで、第1艦隊の方に、えー、敵航空機144機が来週。よし、守ってくれてる。空母5、戦艦4が残ってれば大丈夫ですね。第5航空艦隊の方は、ロサンゼルス基地に空撃を仕掛けていきます。敵の飛行場、あと1。これを潰せれば、3つの主要基地。 これの攻撃が完了します。よし。いやー、間爆多めに積んだ甲斐があったというもんだな。このままじゃあ、艦隊を敵基地に突入させていきましょう。 これでロサンゼルスも取れるはず。 ちょっと一旦時間止めますね。ロサンゼルス基地攻撃でいいよね。第5艦隊はもうすぐ入れる。OK だ。このまま行こう。第5航空艦隊も35に対して進んでいきましょう。 よし、ロサンゼルスは取りました。これでサンジエゴも取れるはず。いやー、3つのサンフランシスコ、ロサンゼルス、サンジエゴ、3つの同時攻撃、なんとか果たすことができましたね。そしたらですね、この後、 残された敵のシアトル基地攻撃を、まあ、次回ね、最終回ということでやっていきたいと思いますので、えー、そちらの様子をね、楽しみにしていただければなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、えー、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、Twitter の方で動画の 収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますのでえ興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければあ嬉しいなというふうに思います。